はい、久々に中尾寺漁港名護ですね、来てみました。軽石、東風だからかなんか変わった溜まり方になってて、あそこの海が見えるようになってます。まあ、この辺が全部軽石で埋まってるのは一緒なんですけど、港を挟んだ向こう側の海の軽石がだいぶ少なくなってるように見受けられます。で、あそこの堤防の軽石は前はなかったと思うんですけど、こんな感じになってますね。もうあのオイルフェンス外しちゃったらいいかな。でも向こうの方にもあるもんね。どうやりたいんだろう。羽地内海のオイルフェンスの使い方は僕には分かんないっすね。なんでああなるんだろう。潮が引いた時にまとめて取りたいのかなと思うんですけど、そう、なんか量、軽石の量を見てるとそう思えないですね。はい、写真撮ります。